おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日は 2018BBM のファーストバージョンを開けたいと思います。ですね、実は1本取ったんですけど、長すぎてですね、あげられなかったのでが、もう3ボックス目です。実は、はい、テキパキ行こうと思います。カードの紹介もあまりせずに行きたいと思います。じゃあまずこっちの列、あれですね、切っていきます。ちょっとつまんない映像になるんですが、お許しください。切り終えましたんで、順番にして、まず1パック目ですね。はい、じゃあ上からいきます。お、いきなり安田選手が出ましたね。はい、じゃあいきます。お、神里。はい、はい、はい、2パック目です。だいたい3枚くらい出るんですかね、シリアルカードは。はい、はい、3パック目です。お、ウィラー。ウィラーも確かあれですね、あるんですよね、シークレット版があるはずなんですよ。はい、4パック目です。もう早く行かないとね。お、フォロー、又吉のフォローが出ました。ここに一つ撮った動画がちょっと長すぎてアップできなかったんで、教訓にしていきたいと思います。映ってるかな。ルーキーもたくさん出てね。お、お、お、安田の銀サイン。これは嬉しい。3ボックス開けたんですが、銀サインで必ずルーキー、ドラフト1位のルーキーが出てますね。嬉しいですね。はい。お、田中健介、銀サイン。はい。はい、この列最後のパックです。お、なんか見えてるよ。ジャポニズムっぽいですよ。ま、ま、あ、清宮くん出ましたね。ジャポニズム出ます。あ、F です。ってことは清宮くんじゃなくて西川ですか。西川のジャポニズム出ました。嬉しい。これは60パックに1枚しか出ないみたいなんで、ジャポニズム出ただけでも、はい、嬉しいです。じゃあ次真ん中いきますかね。はい、またチョキチョキが始まります。ではまた順番を変えて、上から、はい、真ん中の段、上から1パック目いきます。お、小川の銀サイン出ました。いいですね。はい、じゃあ2パック目。
お城ですね。山足ですね。もう2番で出てますね。内野守ってますね。オリックスの3パック目。お、川端ですね。涌井、糸井、あ、ルーキー安田。ルーキーいっぱい。お、中村翔成出ましたね。はい、はい、5パック目。クロスもね、50パラがあるみたいなんで、ちょっと楽しみではあるんですが、なんせ出現率が低いですね。クロスユニバースかっこいいですよね。お、なんか光ってるな。見えますかこれ、光ってる。クロスユニバース誰だろう。誰だ、青白。なるべく、うん、ヤクルトの選手がいいかな。せーの。どこから見ればいいんだ。上から見る。あ、金子だ。オリックス金子。50パラ、本当にすごい綺麗ですね。星になってます。はい。はい。ここでシリアルは2枚ですか？はい、じゃあ真ん中の列、最後のパックですね。おぉ、菊池のこんな。これ多分シークレットだと思うんだけどな。はい、よし、じゃあ最後の段に行きますか。じゃあまた上から、はい、じゃあ上から1パック目いきます。まだジェムストーンが出てませんね、インサートカードの。サインもちょっと出にくくなった感じがしますね。白サインは楽しいんですけどね。なんか出るかな。ジャポニズムが出た箱がまだわからないんで、どういうカードが出るか。アルモンテ、おお、鈴木さんです。で、お、藤平ですね。はい。ジェムストーン。10パックに1枚のカードが出ましたよ。よっしゃ。金久保。ブキャナ、お、宇佐美ですね。宇佐美が、いいですね。打てるキャッチャーですね。はい、いきます。そっか、ルーキーパラレルがまだ出てないってことだね。はい、じゃあ誰でしょう。どっから行けばいいんだ。下から行こうか。西村。ああ。
オリックスのドラゴのキャッチャーみたいですね。はい。200枚限定。はい。で、最後のパックです。山田哲人、頑張ってほしいな。ちょっと調子が悪いですね。シーズン6試合で。はい。で、バレンティンでおしまいです。おさらいしましょうか。シリアルが、こちら、西村、キャッチャーの西村の、オリックスのルーキー。で、こっちが50シリアルの、金子投手。で、シリアル3枚目が、又吉の50パラ白サインですね。ホロハックですね。はい。で、ジャポニズムが出ましたということで、なかなかのボックスだったんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。